今日はあのどっちに下がったりかよ、おんかよ。今日はまたあのちょっと濃すぎたっていうあの竹川のお茶をちょっと入れてみます。今日は、うん、この前は本気がよ、静岡の富士山の本気大さじ2杯入れて入れすぎやったけど、あら、あの大さじ2杯じゃない、小さじ2杯、大さじ3杯ぐらい、あんまり余計にすってもいいかな、そんなにいいよ、ほんこの前大さじ3、2杯入れたら入れすぎやったで、小さじ2杯でいいね。これも電気じゃなくて、土瓶でお菓子とか美味しいかもかな。土瓶って何？土瓶。あしばらく置きます、1分か、うん、もう1分過ぎた、うん、もう過ぎたろ。あ、やっぱりトモコ、この間ちょっと入れすぎ、今でちょうどぐらい、うん、それもだいぶ入ってない、エロか量、何は入れすぎじゃないかね、それは、ま、飲んでるの分からん、うん、エリア州独特の、うん、また違った沢渡りとかね、うん、あの大抜くと違った香り、宇治のお茶も美味しかったね、うん、宇治茶がいわゆる、うん、あら宇治茶の普段飲められてるね、ねえ、これでもちょっと入れすぎね、葉っぱもうちょっ と、 ょっとあのおさじ1杯でね、大さじ1杯で、2000は美味しいと思う、本当のお茶みたいな感じ、美味しい、うん、コクが、コクがだね、うん、美味しいけどね、コクがね、深みのあるコクね、もうちょっと薄でもかま、あこの長瀬の入りのというの入りの頃のこの茶、ええね、今日はまた余計ね、これがね飲んでくらんや、うん、あ次入れるけ、うん、こっちも食べながら飲むのよ、いや、濃いすぎませんね、ね、どれ、これがまた美味しいね、今日も結局入れすぎかい、うん、ちょっとあのね、この間みたいなことない、いやいやいや、これちょっと薄したらうまい、あいや、こんなもんないような気もするけど、うん、そうよ、もうけどもう一遍これを2000目がうまいと思う、2000目ちょっと入れてみてください、2000目を入れて確かに美味しいと思う、これ2000目が、これ2000目入れて美味しい、完全に、あこんなもんないような気もする、こういうお茶じゃない、もういいね、うん、ええと思うで、うん、はい、これは梅雨のうっとしさを吹っ飛ばすようなねえ味と香り、ちょっと梅雨の間に飲むたら贅沢なね、うん、高い、これは星はどうですかね、まあ5つよ、うん、何を基準にした星、何を基準言うだろう、お父さんの舌、家庭教養とした乙女としたで決めちゅうが、美味しかったこのお茶、うん、美味しいね、こういうの少し一服した、ごちそうさま、美味しかったね、結構なお手前でございましたまあこうやってお茶とか飲んだりしながらゆっくりできる時がいいね、このひとときがね、なごまね、うん、ざわざわざわざした心が一滴でもなごま、そうやね、今日人でどうやった、結構でございました、そらスーパーだよ、 ありがとうございました、はい、どうも今日はグッごちそうさま、うん、花が5、新緑が5で4、はい、このお茶は5、はい、あら今日は全部で15になった、最高、15、良かったです、ということで、さあ、はい、ありがとうございました、はい、はい、大変ねえ、うん、いい父の日、今まで生きてきた、はい良かったです。いや本当に。うん、良かったね、うん。ありがとうございました、うん。こういう日は大切にしてパンとね。よう気がつく。いえいえ。頼もしい。いえいえ、良かったです。